皆さん、こんにちは、佐々木です。本日は、アルトコインを中心に話していきたいと思います。まあ、特にですね、こちらのビゲストケイナーズっていうところに書いてありますけども、えー、リップルがね、直近で24時間で一番上昇していると、20%ですね。えー、とか、えー、古いコインというかですね、こういったような、まあ、昔からある大型コインっていうもの、直近でね、上がり始めているということで、カルタナとかですね、あとステラとか、あとチェーンリンクとか、 えということで、まあ、BTC も上がっていますけども、こういったような昔からあるコインも上がってきたっていうことは、これどういうことを言えるかっていうと、やはりですね、短期上昇トレンドに入っていると、えー、いうことが言えると思います。資金循環のサイクルとして、まあこれは仮想通貨投資やってる人はわかっていると思いますけども、えー、BTC が上がるっていうのはまず最初。えー、もしくはもっと言うと、ナスダックとかの新興市場とかハイテク株、IT 株っていうものが上がるっていうのは最初。 で、その次に BTC が上がっていく。そしてその次にアルトコインが上がっていく。っていうような順番になってきます。で、さらにもっと先言うと、もっと小型のアルトコインが上がっていくっていうのは最後になります。しかもそのもっと小型のアルトコインは、もうぶっ飛んでいくような感じで上がっていきますので、えー、これからですね、えー、また仮想通貨祭りというか、まあ、バブルになるとか BTC が最高値を超えるっていう話じゃないんですけども、短期の上昇トレンドなので、まあ、BTC が3万ドルから4万ドルに達するっていうのはもう、 もうほぼ BTC なって3万ドルみたいなもんなんで、おそらくこの流れを行くと、もう少し下がったとしてはまた4万ドルまで上がっていくんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、念を今日え解説しますので、最後まで聞いてもらって、皆さんのね、投資に役立ってもらいたいなと。ちょっとね、今ね、今日もね、娘が泣い、今日も泣いてるというか、ちょっとまた下痢になっちゃって少し泣いてるんで、泣き声聞こえちゃうんですけど、メイド2名が見てもらってるんで、 え大丈夫かなと思いますんで、続けさせてもらいますね。というか、今撮らないと、さっきね、あの下痢出て、今交換したばっかりなんで、またで下痢出ちゃったらね、あの動画撮れないんで、こっち洗いきちゃうんでね、えー、今のうちに撮っておきたいと思います。で、これから話していくんですけども、えー、と僕の公式 LINE、公式メールに登録してない方はぜひ登録しておいてください。えー、仮想通貨や投資、トレードの講義など無料でプレゼントしています。公式 LINE と公式メールマン、どちらもまあ同じ内容の時もありますけども、えー、メールマンだけでですね、特別なご案内とか、 あと、LINE の方で配信数制限で送れないときもありますので、えー、どちらもね、登録しておいてください。あと、無料じゃないですけども、えー、っと、こちらは無料で、長期は無料なんですけど、えー、こちらは有料になりますけども、オンライン投資スクールということで、チ・インベスター・プレミアム・ライトプランというものがあります。えー、こちらの方では、えー、一般のね、YouTube とか SNS の方でも、まあ、情報とかですね、えー、学びになるようなことを配信していますけども、えー、こちらの方では有料になりますけども、より詳しくですね、実際の売買情報、 えー、今日何々買いましたとか売りましたとか、えー、もしくはチャート解説も、えー、今回とかですね、もう説明しますけども、より詳しくですね、えーっと、株、FX、仮想通貨といったようなジャンルを説明していますので、えー、ぜひね、チェックしてもらいたいなと思います。あと僕の使用している証券会社取引所なんですけども、こちらの方にあります。えー、ほとんどが海外の取引所になりますけども、えー、その理由としてはもう、 あの日本の取引所とか証券会社とか比べ物にならない方ですねえ便利だったりとか扱っている銘柄多かったりとかあとステーキングの種類の数そして金利の高さっていうのがもう比較にならないのでえぜひね興味ある方はこちらの方をチェックしてもらって、え。ー ステーキングとかですね。えー、もしくは現物取引とか、あとは FX、BTCFX とかだいたいまあ、バイナンスとかバイビット使われてる方多いんじゃないかなと思いますけど、あとビットゲットとかだとコピートレードとかもできますんで、えー、興味ある方はチェックしてみてください。えー、それでは本題の方に入っていきますけど、まずはこちら。えー、こちらが、ね、え、コインマーケットキャップっていうですね、有名なその、えー、仮想通貨の出来高とか、ランキングとかを表示している、こう、 サイトなんですけどもその中のビゲストゲイナーズっていうところですね。まあ一番上がったコインはっていうところで24時間で20%上昇しているのがリップです。えー、直近でまあまだですね、あのー、SEC との訴訟問題の解決、完全解決まだ至ってないですけども、まあ2021年、2020年かから訴訟が始まって、2021、2022と、まあいろいろこう裁判所とかですね、いろいろ争ったりして裁判でね、 裁判所と争ってるわけじゃないです。SEC と争ったりして、で、結局、まあ、どっちが勝つとかですね、まあ、負けるとか、えー、うんまあ、負けた場合はリップルが、えー、損害賠償とかを払う。SEC に。えー、で、えー、っと、勝った場合には、えー、っと、多分裁判費用とかを、えー、SEC 側がリップル払うんじゃないですかね、かかった費用とかを。えー、みたいな感じで解決するんじゃないのかなと。まあ、SEC が仕掛けてるんで、国が仕掛けてるんで、 まあおそらくまあ、リップルが少しお金払ってまあ解決するんじゃないのか。少しって言っても何十億、何百億、何千億単位ですけども、そういった感じで解決するんじゃないのかなと思います。あとまあ、カルダのですね、エイダコイン。こちらの方も上がっていますけど、注目点はですね、この注目点わかりますか新しいコインじゃないんですよ。直近に上がってるのがやっぱりチェーンリンクとか、ステラとか、そういったコインも上がってますんで、まあ、すごいね、めちゃくちゃ上がってるってわけじゃないですけども、 こういった感じで、リップルもですね、え、貯金であまり大きく上がっていなかったんですけど、やっとその E サリレムとか BNB みたいな感じで少し上がってきたといった感じになっています。で、この傾向として伝えたいことなんですけども、あの、これ前からそうです。リップルってちょっと遅れて上がっていきます。なので、あの、っていうのと、この循環ですね、BTC が上がって大型アルト、例えば E サリレムとか BNB とか、 えー、もしくはま直近でその有名というか話題になっているコイン、新しいのが上がって、で、最後にこの昔からあるコインとか、あとは草コインとかですね、そういったものが上がっていくんですよ。で、それはなんでそういうふうに言えるのかっていうと、まあ、ここだけで教え、あのー、簡単に言うと、2021年とかの仮想通貨ブルの場合は、えー、これリップルがここですね、大きく上がっているのはこれ4月なんですよね。ここ、すごい大陽線でバコンって垂直上げしています。 で、えー、っと、BTC を見てもらうと、あのー、4月はっていうと、もう上がりきった後なんですよ。BTC がそう上がり始めた時っていうのは、もう2020年の末12月ぐらいからもう2万ドル突破して、えー、3万ドルぐらいまでいって、で、もう2月とか、もう1月二、えー、2月ですね。2月の段階でもう6万ドル近く、5万9千ドルぐらいまで上がってますんで、で、4月はっていうと、まあ5万9千ドルは突破してるんですけども、もう6万4千ドルとか、 あのちょっとしか高値更新していないのにもかかわらず、このタイミングで2021年の4月ぐらいにリップルが上がってるっていうことなんですよね。だからかなり遅いんですよ。えー、じゃあ他のあるところにはっていうと、例えばイーサリアムとかで言うと、もう4月確か遅れて上がってるとはいえ,えですね。もうこの段階でかなりその急騰していってますよね、えー。2021年の12月とか。で、リ,リップルはっていうと、この辺が訴訟の問題の発端なので、 えー、なかなか上がっていない状況でした。まあ、結局その後に、訴訟の後に結局ね、訴訟問題を争ってる最中だけでも急騰していったわけですけど、ただまあちょっと出遅れた感がありますよね。で、BNB とかで言っても、ね、2021年の2月とかに急騰し始めて、4月はっていうともっと上がって700ドルまで達したといった感じになっています。で、やっぱりこの資金循環のサイクルとして、やっぱりリップルは少し遅いんですけども、で、しっかりとこうリップルが上がってくれたっていうことで、 BTC の年動きですね。まあ、これまで何本か、えー、定期的に更新しているのを見てると思いますけど、皆さんね。えー、見,てると見てくれてると思いますけど、あの伝えたいのは、要はしっかりと上昇トレンドに入ってるよと。短期上昇トレンドに入ったと言って過言ではないと思っています。なので BTC は今後ですね、えー、こんな感じでもしこんな風になって、上がっていくんじゃないかなと。で、それがその上昇トレンドをこういう風な感じで作っていくんじゃないかなという風うに思っております。 これ一発今書きましたけど、めちゃくちゃうまくできましたね <laughs>。はい。えー、なのでそういうふうに思ってますけども、じゃあ、リップルはというと、まあ、リップルとかですね、そういう BTC みたいな感じで綺麗に上がっていくっていう傾向ではないんですけど、まあ、過去チャート見てもらってね、そのトレンドを作っていくっていうよりも、なんかこう、シンプソンチャートというか、えいうかですね、こう、ストーン、ストーンみたいな、こう、上にストーンって上がって、ストーンって下がるみたいな、もしくは上にストーンって上がって、さらにストーンぶっ飛んでいくみたいな、 え、感じなんですけども、えー、基本的にはまあそういう過去チャート見てもそうだし、今後もまあそうなんじゃないかなと思っています。でも、まあ、他のチャート見てもそうですね、あのー、イーサレンはまあ、まだ滑らかというか上がってますけども、結構他のチャートですね、ソラナとかもぶっ飛びチャートですし、えー、エイダとかもそうですし、ポルカドットとかもそうです。やっぱりその資金が流れていくっていうところには、あのー、だからですね、そういう意味でその株式投資とかやってる人が、 その仮想通貨の特にアルトコインでですね、テクニカル分析をしようとすると、結構ミスるのがトレンドになってないのに急にぶっ飛び出すみたいな現象が起こるんですよね。でそこでまあ結構チャンスを逃しちゃったりとかすると思うんですけども、今は明らかにチャンスです。なんでかというと、やっぱり BDC とかが少し上がって、アルトコインも少し入ってきたというか。 こうういいっったた感じでで資金循環がしてきたってきタイミングですよねで次どうなるかっていうと、これ、ナスダックも注目してほしいんですけど、ナスダックがこの1万3000ドルとかぶち抜いていくと、もう一気に1万4000ドルとかまで上がりやすいので、ここはまあ逆算尊じゃないですけども、チャート形状的にこう下値がかなりね、固まってるって状況で、このネックラインの1万3000ドルとか抜いてくると、何が起こるかっていうと、ナスダック上がるイコール BTC 上がるなので、 基本的にはね、なんでっていうのは、それは相関してるからですでそ。なんで相関してるのっていうと、もう僕はそれずっと見てるんで、それはもう昔からそうですね。2017,8、19、20、2021、バブルの時はそうね、えー、相関しましたし、その2020年より前はダウとかですね、えー、そういった方が重要だったんですけども、やっぱりもう2021年にあのコロナバブルによって起こったのは、やっぱりその資金順、資金が回ってくるやっぱりもう圧倒的にその、 こ,こですね上昇率がダウはダウよりもやっぱりナスタック新興株というかハイテク株とかの方が圧倒的に資金が回ってきたんですよねでそれは事実としてあるのでやっぱりでえそのタイミングで BTC も上がっていったとだそれハイテク株に投資するイコールあの IT じゃないです仮想通貨とか BTC とかあるところに投資するっていうのはほぼ似合いコールなんで要は新しい市場で成長しそうなものに投資するっていう感覚です BTC とかですね、株ではないんですけども、成長するんじゃないかとか、新しい資産、伝統的な金融資産ではなくて、新しいクラスの金融資産ということで注目されてますよね。投資する人としては、投資する人の判断としては、ナスダックの株に投資するっていうのと、BTC とかあるところに投資するっていうのは、似たようなジャンルに投資すると。ハイリスク、ハイリターンなんだけども、それでも投資してもいいよと。 ハイリスクは受け入れるけども、ハイリターンもいただくよっていうスタンスで投資してます。えー、なので、上がって、何、えー、て言うのかな、NASAC、えー、と仮想通貨連動するわけですね。で、えー、伝えたいことですけども、まあ じゃあ BTC の値動きとかね、あの上がり方って説明してますんで、じゃあ BTC が今後ですね、3万ドルから4万ドルに上がったときに、あるところにどうなるんだっていうところ話していきたいと思いますけども、まずリップルが発端で話してきましたんで、もしリップルが BTC が4万ドルになったときは、だいたいこの0.8とかですね、えー、この近辺までは上がるんじゃないのかなと思ってます。まあ0.6から0.8の間かなと思いますね。で、イー a r m に関しては、だいたいまあ、 そうですね4万ドルになるんであればうんとこの2000ドル2000を超えますね25002400、まあ、ぐらいから3000ドル前後かなと思います BTC が4万円になった時のイージステルミの価格ですねで今年全然来る可能性あると思ってますこう下手するともう早いと今年の夏6月7月8月ぐらいに来るかもしれませんし遅くて 遅いかどうか分かりませんけども、今年の後半、今年の10月とか12月とかに BTC が4万ドルに達するかもしれませんし、時間かかってね。そうなるってことはちょっと下がったりするってことですね。遅れるパターンの場合は。ただまあ、いずれにせよ、また4万ドルまで戻るっていうのは全然あり得ると思います。で、他のアルトコインとかで言うと、まあ、アバランチとかで言うと40ドルから60ドルぐらいまで上がると思いますし、 ユニスワップで言ってもまあ16から20ドルとか、まあ、ちょっと幅持たせると12から20とかですかね。で仮想通貨ってね、あのー、やっぱりこうアルトコインとかって、これ今全然上がってないように見えるじゃないですか。とか、その特にアルトコインってね、こうチェーンリンクとかチャート見えるとこうずっとこう横棒とか、他のコインもそうですよ、えーっと。ビチェーンとかもそうだしね、ヘデラとか。 まあこの FTX とかの,この横棒とかとはまた違う。FTX も絶望的ですけど、あとクレイとか、えあとハーモニーとかね。これは別に悪いわけじゃなくて、みんなそうです。シータとかもみんなそうじゃないですか。横棒になってね。ですけども、いきなり急騰して、こう、急回復、垂直上げする可能性があるっていうのと、可能性があるし、しかもそうなってきたんですよ。過去も。なので、あの、なんかこことか見てもらってそうなんですけど、こういうところで急騰してってるじゃないですか。 えっと、なので、あの、結構ハーモニーとかも、こんな感じで急騰していってますよね。な、結局、その仮想通貨の特にあるとこンっていうのは、あの、現物投資で、この安値券で買ってですね、あとはもうぶっ飛んでいくのを待つだけっていうような投資スタイルになってきます。なので、あんまりですね、あの、ガチャガチャ動かさない方がいいと。要は、買ったり売ったりですね。この底値券でガチャガチャ売ったりしない、買ったり売ったりしない方がいいってことです。こういうところは、ちょっと買っ で少し下がったのであればまた買い増しとか、もしくはこの近辺で買ったとしても、もう一回例えばこの近辺でまた買い増し、でまた買い増しっていう感じを、え一、ー、つの銘柄だけじゃなくて、一旦買って、また上がるんじゃないかと思ってる銘柄全部そういった感じで僕は行ってきてます。ほぼね、大体そういうふうにしてます。まあこれ無理だろうと思ったら、例えばあの大暴落してね、えー、もう全然上がらないとかっていう行為には通してないですけども、ほとんどそのまだ、 え一応、踏ん張ってるなと思っているような銘柄に関しては、今でも下がったら買い増しとか行ってます。で、ね、何を狙ってるかっていうと、資金循環ですね。BTC が上がって、アルトコインが上がって、で、リップルとかですね。ちょっと古いコインも上がってきたと。で、次に起こるのが、また、脱が,が上がって、BTC が上がって、アルトコインが上がって、小型コインが上がってって、また次のサイクル。同じサイクルが繰り返されるんですよ、これ。えー、それ、押し目ごとに。 なので、ちょっと今 BTC が上がっている垂直上げしたばっかりなんで、ちょっと下がって2万5000ドルとかに下がるケースは想定できますけども、その後ですね、またナスダックと BTC がポカンと上がって、で、アルトも上がって、大型アルトですね。大型アルトとか直近で注目されているアルトが上がって、その後にまたですね、古い、古いと言ったらあれですけども、リップルとか、このタイミングですね。 え一旦も下がったとしても、またこう3万ドル突破、そして3万5千、そして4万ドルまで行ったときに、ここら辺ですね。あのアルトで言うと、BTC はこのペースで上がるとすると、ルトはですね、こんな感じですね。こっから、こんな感じでいくんで、今はこんな感じこんな感じね。だけどもう、う急に来ます。BTC が4万ドル行った、まだ上がるんじゃないかってなったら急、急に、 リップルとか、あのー、昔からある草コインとかですね。草といったらあれですけども、まあ十分でかいですね、自家総額としては。例えばこう、フローとかケーキとか、えー、ステロとかですね、わかるんないですけど、エンジンコインとか、そういったコインが急激に来ます、本当に。 なので、あのー、今そ、上がってないなとか思ってる人とかいるかもしれませんけども、全然不安に思わなくて大丈夫です。そういうものなので。だから逆にですね、これ株式投資とか不動産はチャートはあまりないんであれですけど、まあ株とかですね、FX やってる人はテクニカル的なところが結構通用しないところがあって、え、そんなぶっ飛び方するのみたいな。ね、まあ BTC で言ってもそうですね、こことかシンプソンって言って、これアニメのキャラクターのその、 髪型みたいなところから来てるんですけど垂直,直、直角に上がって直角に下がるとか、直角に下がって直角に上がるっていうことシンプソンチャートっていうんですけど、仮想通貨って本当シンプソンな形状が多いです。ね、この15,500ドルの時もそうだったし、アルトコインで見てもそうですよね。今後あり得るのが、アルトコインが今こういう風な感じで下がってますけども、ここからこう急に上がっていくパターンですね。そうなっていくと、その、 えっと、上がった後に買うっていうのは、かなりリスクがあるというか、儲からないケースが多いです。一旦ここの底根県からシンプソン、例えばね、ユニットアップが、じゃあ、今、6ドルですけども、これ20ドルになりましたと。えー、6ドルで買った人は3倍ぐらいですね、取れるわけです。利益で。100枚分買っていたら、300枚ぐらいの価値になるわけですね。えー、だけども、20ドルになった時に買った場合、そこからまた20ドルからですね、一気にまた10ドルぐらいまでシンプソンで下がる。イメージと、 じゃあ急に、はい、急騰しましたと。で、こうレンジになりました。ここからこう一気に下がるみたいな。こういうことが結構起こります、えー。なので、これは注意してほしいなと思います。だから買うんだったら絶対に今です。今の方が全体的に底値圏なんで、まあ、大底本当にこのヒゲとかですね、本当の最安値圏、えー、ユニストアップで言うとこの3ドルとかからしたら低いですけども、あのー、一気に急騰するケースが多いので、 短期上場トレンドに入ってるっていうことは、僕は入ってるという判断なんですけども、明らかにね。で、ナスサクとかも入ってるし、下がりづらいっていうチャート形状だと思ってますんで。そう考えると、やっぱりアルトとか、今まだ上がってないけども、例えばこうね、底根県だけども、一気に急騰していくケース。で、なんで上がりやすいのかっていうと、資金が抜けてるからです。資金が抜けているので、大族でこんな小刻みに動きしてるだけでも、下がりづらいんですね、逆にね。これ以上、そのホルダーっていうか、こういう、 それぞれのコインを買ってる人たちが、資金が抜けづらいから、下はもう下がらないし、下がりづらい。わかんないですよ。わかんないけども、下がりづらいと。いう,うチャート形状になってます。レンジだしね。なので、この後 BDC が上がったりすると、一気に、え、そんな上がんのみたいな感じで、一気に資金循環が来て、え、まあ何でもそうです。もう全部そうなんで、ユニストアップでもこの、もう、全あるとそうです。全あるとが、え、そんな上がんのみたいな感じで上がっていくんで。 しかもそれが10%、20%とかじゃないです。まあ、1日単位で言えば10%、20%の日もありますけども、1ヶ月単位で見ると、え、何これ5倍になってんじゃんとかっていうことは結構あるので、あのやっぱり今はチャンスだと思いますし、そういう、あの今のうちに言っておきます。そうなりますから。あのそうなってますし、過去もね。で、僕はそういったところでしっかり利益取ってますんで、えー、皆さんもですね、そういった感じになる。まあ あの鵜呑みに全部ね、してほしくないんだよね。僕がこう、そういう風に言ったからそうっていう風な感じでね、まあ、捉えられる人もいると思うんですけど、でも、そういう風に思われてもいいぐらい、そうなってますし、あのー、僕はそういう風に思って、えー、これ、あの、2021年からですね、今まで、こう、1億円以上とか、100万ドルぐらい買、あの、買い増してますんで、これが、だから僕で言うと、その100万ドルが300万ドルとか、3億とか4億ぐらいになってくる、え、感じです。今回はね、短期上昇トレンドがうまくはまれば。 えなので、そういった感じでですね、僕は考えてますし、皆さんにあの今のタイミングだったら全然おすすめできるんで、で、それ本当にですね、僕上がってる時はおすすめできないって2021年のバブルの時言ってましたから、今売ってください、絶対買わないでくださいって動画ね、残していますので、ぜひね、嘘ついてないか気になる方はそちらの方チェックしてみてください。あと全部ね、買った動画とかも ジ・インベスサープレミアムとかね、えー、そちら以外でも一般公開の動画でも出していますんで、興味ある方は見てみてください。直近でも3000万円分買い増しとかですね、出しますんで、えー、興味ある方は見てみてください。えー、ということで結論としては、あのー、小型とかね、昔からコインもこれからね、数倍とかになっていくんじゃない、今年中に数倍とかになっていく可能性が高いと思ってますんで、えー、まだまだその今年ね、とか昔から仮想通貨やってる人でも、あまり買ってない人とか、 え、ちょっと仮想通貨と始めてみたいなっていう人にも、今の時期は圧倒的におすすめなので、え、やってない方はぜひやってみてください。えー、ということで今回の動画は以上になります。えー、今回の動画はね、良かったなと思う方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あと概要欄にあります公式 LINE と公式名の方に登録していただいた方には仮想通貨や投資、トレード講義など無料でプレゼントしています。えー、それ以外にも僕のね、先ほども言いましたけども、運営しているオンライン投資スクール、G Investor Premium、Light p l a n t i m がありますので、えー、興味ある方はですね。 えー、あとはもっと詳しく投資を学びたい、えー、投資しっかり稼ぎたい、損したくないっていう方はチェックしてみてください。あの本当にやっぱり SNS とか見ててもね、やっぱりこうすごい再生回数多いとかと動画見てても、やっぱりかなりですね、初心者的な内容だったりとかコメント欄とか見てもですね、あの検討違いのことを言ってたりとか書かれていること多いので、あのしっかりね、あのー、お金払ってでも、えー、利益出したりとか、損失出さないようにしてもらった方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、実際かなりね、あのー、 詳しく細かく、えー。そして実際に僕がバイバイしていたりとかするところを、えー、あとチャート分析ですね、えー。今回言ったようなレベルじゃないです。本当にもっと詳しく言ってますねで、今回は本当に初心者の方に分かりやすく言ってますんで、えー、G インベスタープレミアムとかライトプランで見たい方は、あの見ている方はもっと詳しくね、えー、何千ドルでエントリーして何千ドルで買った方がいいとか、もあと予想の描写とかをもっと、ね、細かくやってますんで、えー、興味ある方はチェックしてみてください。 あと、それ以外ね、証券会社取引所もチェックしてくれると嬉しいです。えそれでは今回の動画以上になります。最後ご覧いただきまして、ありがとうございました。